こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。今回の田畑号は文京区の小桜橋通りで開催される歴南夏祭りの模様をお送りします。今年で23回目を迎えるこのイベントは近隣の5町会合同で開催されています。今年はどんなにぎわいを見せるのでしょうか。田畑号第23回五箇町歴南夏祭り、ただいまより開催させていただきます。さて、まずは竹島町会会長の岩本さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。今日のイベントはどういったイベントなんでしょうか。今日はですね、この辺の5つの町会が一緒になりましてね、主に喜ばせるのは子どもさんが主体で、いろんな行事、いろんなテントを張って、子どもさんが喜ぶようなお祭りになっています。では私も楽しませていただきます。どうぞごゆっくりしてください。はい、それでは回っていきましょう。歴南夏祭りはですね、こちらのチケットでさまざまな模擬店やゲームを楽しむことができます。私も実際にいろいろ回っていきます。あちらでは今焼きそば焼いてますよ。今日も暑いんですが、何かこの盛り上がりが気分を楽しくさせてくれますね。すごいいい香り、香ばしい。おお、焼き鳥ですね。すごい本格的な、もくもくと煙が上がっていますね。はい、こんにちは。あ、どうもどうもどうも。はい、ご苦労様です。暑いですね。暑い、毎年やってますね。そうなんですね。はい、お兄さん食べてみます。あ、いいですか。じゃあちょっと1枚いただきます。美味しそう、色が綺麗。国産の焼き鳥、タレですね。いただきます。国産の地鶏焼き鳥いかがですか。熱々、プリプリ、ジューシーです。おいしい。これね、お酒入れてるから。そうですね、結構本格的なの。はい、私も仕事が終わったら、はい、また焼き鳥と、はい、また来てください。生ビールで。そうですね。あ、ところでいいですね、涼しげで。こんにちは。しかもここでまさに突き出してるという。そうですね、はい、ここでついてつく名人がおりますので。名人なんですか。長い名人。ところてんついて何年ですか。6年ぐらいでしょう。長いですね。はい、普通の人やってもダメ。あ、そうして切れちゃう。どことないんだよ。みんなやりたくないからそういうこと言ってる人もやってもらう。なるほど。ところてんせっかくなんでいただきます。あ、いただきます。何枚ですか。1枚。今日の売れ行きどうですか。売れ行き今忙しくなってきましたね。若い、はい、14歳です。中2です。中2、母の手伝いします。なるほど、同じ感じ。嬉しいことあった。いや、ちゃんと完食して食べてくれてるとか、ありがとうって言ってくれるのが嬉しいです。あ、似てますね。似てます。そっくりですね。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。おいしい。この酸味が爽やかで、青のりが心配ですが美味しいです。こちら金富小学校 PTA と書いてあります。肩抜き。あ、肩抜き。みんな何してんの。肩抜き。え、うまくいってるじゃん。今
ただいまここまでうまくいってるじゃん。こちら の, あのコーナーのご説明をお願いします。誰が知ってるんだろう。型抜き、あの懐かしい型抜きをやって、成功したら20枚ソースせんべいがもらえます。今年の様子いかがですか。今年はすごい大盛況ですね、はい、みんな子どもたちがあの楽しんでやってくれてます。成功者も去年は1人もいなかったんですけど、今年はもう6人成功してます。ありませんか肩抜き。肩抜きちょっとやってみようかな、はい、いやーこれみんな見てる。頑張ってください。コツを湿らせることです。湿らせるだって。ちょっと待ってね。もうあそれはアウト。難しい。まだ2枚あるんで。まだ2枚あるんで。まだ2枚あるんで頑張ってください。ありがとう。最後のものももうダメだ。難しかった。まあこれは難しいものなので、まあ、大丈夫だと思います。まだよかった。はい、これからも頑張ります。はい、かき氷です。これは嬉しいですね。暑いですからね。あ、大人の方も美味しそうに食べていらっしゃいますよ。このお祭りのこんなところが行って何かあります。もう地域ぐるみで神富小学校の子どもたちも一緒になってね、先生たちもすごくいいと思います、はい、はい。今日は特にもういっぱいで私たちも全然休憩なしで頑張っております。大変ですね。そんな中私もかき氷一ついただいてもいいですか。どうぞどうぞ。何がよろしいでしょうか。何にしましょう。ブルーハワイです。じゃあブルーハワイで、はい、はい。僕今年初かき氷ですよ。いただきます。あー美味しい。冷たくて暑い中食べるかき氷美味しい。テンション一気に上がりました。おー、みんな食べてる。みんなどうかき氷。美味しいです。美味しいです。超うまい。超うまいよね。やばい。ほら、あ、本当だ。あああみんな青い。これも楽しいね。楽しいです。みんなで口青くしてね。こちら見てください。バーッと水が上がっていて、その下では子供たちがプール遊びをしてます。これは気持ちよさそうですね。これはテンション上がりますよね、この暑い中。このコーナーを主催している方でよろしいでしょうか。はい、文京区の小石川消防団の第5分団になります。毎年こちらでプールを運営しております。あのホースはあれは消防 の筒先でですね、いつもあのカテンを消すやつですね。消防 の, この火災現場を消すカテンを利用して、ちょっと子供にもこうこれからの教育も含めてですね、こうやって子供お子さんがいっぱい楽しんでる姿をご覧になっていかがですか。そうですね、やはりあの地域の活性化ということで非常にいいですね。これからも続けていきたいですね。はい、俺もじゃあ、ありがとうございます。最後一言、じゃあね。ここに来てみてどう。どう。超楽しい。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 何が楽しかった。金魚すくい。金魚すくい初めてだけどいっぱい釣れた。お祭りの好きなところってあります。こんなところがいい。いやもう子供たちがいろんなものを食べるのでそれだけを楽しみに来てます。これなんか手作り感もあってすごく楽しいですね。はい、今何食べてるの。パクポン。おいしい。おいしい。ここに来てみてどうですか。楽しい。楽しい。あ、くれた。ありがとう。おいしい。ありがとう。今回のタバサト号は歴南夏祭りの模様をお送りしてきました。食べ物やゲームなど盛りだくさんの内容、私も満喫しました。そして何より本当にたくさんの子どもたちの楽しんでいる姿があって、地域を盛り上げたいという町会の人たちの思い、確かに届いていると感じた今日のイベントでした。それでは今日はこの辺で、また次回まで。さようなら。